皆さんこんにちは、増山です。今日もですね、白ブイの吹き方について簡単に紹介をしていきたいと思っております。特にね、初心者さんのとってはですね、こういったことを踏まえて練習すると短期間にね、音を出すことができるんじゃないかと思っております。それでなんですけども、まあ、一言で簡単に言えばですね、皆さんね、この白ブイを鳴らそうという意識がものすごく強いですね。これはまあ誰でも同じことなんですけども、それであまりにもですね、この息がね強すぎるとか多いんですね。で、私は常日頃ね、しのぶいは軽く吹くことよくなるという話をしているんですけども、その意味がね、なかなか理解できないのかもしれませんけどね、これはあくまでもね、感覚的っていうかね、そういった、まあ、体で覚えるといいますかね、そういった感覚を踏まえないとね、どれぐらいのその強さとかね、息の量が必要かということがですね、なかなか理解できないのかなという感じはいたします。そこで今日はね、まあ、ローンですね、この白部位の低い方の音になりますけれども、それを中心にね紹介したいと思います。はい、このようにね、白部位のですね、何本調子の吹いでもあってもね、あるいは歌用であれ、お囃子用であれ、それはどれでも構えないと思います。まず今回はですね、この音の出し方についてね、その息の量ですね、まあ、強さと言いますかね、それに特化しましてね、説明をしていきたいと思っております。それでは早速やってみますね。例えばですね、しのぶよがね、最も音が出しやすいというのはローンのですね、この6の音なんですね。っていうのは持ってもね、このように支えることができますので、割と安定するとかね、まあ7でもいいんですけども、ここだと少し不安定になりますのでね、まあ6ぐらいが一番いいのかなと思って、これから練習を始めた方がいいかと思いますね。はい、それではね、実際にやってみますね。軽く。本当にこう唇、ね、口には力を入れないで、もうふわんとしたような感じなんですね。それで、以前にもお話ししましたか知りませんけどね、ろうそくの炎を消すような感じね、目の前にあるものをね、簡単にふーっと軽く、この程度なんですね。それをですね、あまりにもね、強いということは息の量が多く出てしまうということなんですね。ですから息の量はいらないんですね。しかもですね、今6ですから比較的こう指穴は開いているわけですね。しのぶいはですね、まあ何でしょう、指穴が開けば開いているほどね、意外と音はローンに限っては出しやすいんですね。ですからこれがですね、今録音だったんですけども、下に行くほどね、音が出しにくくなってくるんですね。これはですね、なぜ音が出しにくくなってくるかと言いますと ね、指穴を閉じれば閉じるほど息の量がいらなくなってくるんですよ。はい、一番ね、なんか話が矛盾しているように思えるかもしれませんけどね、一番ね、音の出しやすい音はこういったね、指的にも安定し持ちやすさもあるので、こういった6の音がね、出しやすいということを言っておりますけども、でこの辺からね、3ですね、この辺からね、音が出なくなったりいろいろする方が、あるいはかすれてしまう方が結構いるんですね。それはなぜかと言いますとね、指穴を閉じるほどね、息の量が必要なくなってくるんですよ。必要なくなるということは何の意味かと言いますと、ますますこの唇が緩んでふわーんとね、そういった感じになってしまうんですね。はい、これこの筒ね、全くね、指穴を塞いでしまっていますよね。それでもこの筒ねの音がローンでは一番この出しにくいというかね、出ないという人が多いんですね。それは何かと言いますと、先ほどから言うように息の量が必要、ね、ないのに、そんなに必要ないのに
強く吹いているから音がこうなっちゃうんですね。あるいは口が閉まりすぎちゃって雑音としてね。そうではなくて、まあ下に行くほど口元も緩んできて息の量もいらないっていうね、そういう感覚を持っていただければと思うんですね。指穴こうね、こう開けていけばいくほど、結局この指穴からは空気が逃げていくわけですから、そうするとその分息が必要になるわけですね。ですので私が言うのは、最初に6の感じね、軽く吹いても本当にふわんと吹いてますね。そして全体的にこうね、この白笛の筒内から響き渡るような音を自分の耳で確認しながら吹いていくわけですね。あ、いい感じね。そしたら今度は筒に下がっていくわけ。あ、このぐらいの息の量というかね、息を吐き出す感じがね、あ、ちょうどいいなという感じ、その感覚をつかむということが大切になるんですね。それには先ほどから言うように6には6のこの辺からね、さらにね、4ですね、4の辺からさらにね、この指の穴を閉めていけば空気の量はいらなくなるとかね、吐く息の量はそんなにね多く必要なくなってくるんですね。ですからそれもこののはかすれてくるのは、この右手の方ね、今まで左手指でこうね塞いでいたわけなんですけども、これがこの右手に移ってくると微妙に口のね、唇の状況が変わってしまったりね、あるいは、あの、なんていうんですか、まあ、動くっていうかね、そんな感じになってしまうんですね。この意識がこの指の方に行きますのでね、今までこういったものが、今度は右手になるわけですから、そうすると微妙に、この吐く息の量とか、唇ね、の感覚が動いてるわけなんですね。それで音が変わってくるのが一つと、今一つは先ほどから言うようにこの指鼻を閉めるほどですね、閉じていくほど息は必要なくなってくるということですね。それを同じような感覚で出していると徐々に音がひっくり返ってしまったり、あるいは息漏れを起こしたりね、あるいは鳴らないからということで余計にね、吐く息の量を多くするわけなんですね。ならないから頑張って出そうとするわけですね。そうするとね、ますますそれが無駄な努力と言いますかね、無駄なことになってしまうんですね。ですから、まあ6ですね、6から、ね、徐々に息の量を少なくしていくって。そういう感覚を持っていただければいいと思うんですね。こういったことを繰り返してやっていますとね、この例えば3の音の時はね、まあ、3にどのくらいの息量があれば音がね、この筒内から全体に適宜ですね、響き渡るのかという感覚が徐々につかめてくるようになりますのでね、これもね、学校教育で言うなれば、歌の場合ね、発声練習にあったように、篠笛の発声練習だと思って、大体この辺から音がおかしくなるんですね。その場合はまた前に戻るんですよ、この辺からね。確認をして、このように一つ一つの音を確認しながら指をこれ塞いでいくわけですね、はい、そうすることによって指穴の状況をね、こう最初は意識をしてやっている感じになりますけども、これもですね、繰り返し練習をしていますとね、自然とね、もう身についてくるんですね。いちいち6の時はこのぐらいの息の量とかね、4の時はこのぐらいとか、2の時はこんなぐらい、ね、そんなことを思う必要ない。
ですね。もう体の方がストレートで覚えてきますのでね、自然に。このように出ますけどね、そんな特段に心配はいないと思います。はい、今回このようにですね、私は今この4本上昇を使って、練習しましたけども、一番最初にね、お話ししたように、別にこの忍びの音の出し方の練習であればですね、一番自分がですね、こう、なんていうんでしょう、扱いやすいっていうかね、使い慣れているっていうかね、そういったもので練習するのが一番なんですね。この吹きにくいようなものでやれば今度ね、そういった吹きにくい状況のもう癖がついてしまうんだね。はい、ですから練習の仕方にも一つポイントがありますね。こういったことを踏まえないで、一生懸命ね、何時間もこうやって音の出し方の練習をしたとしても、それはですね、誤った癖がついてしまうんですね。音とかね、音の出し方がまあね、まあ初心者の方ってあまり今まで忍びをやって、来なかった方はね、変な癖がついてしまうんですね。でこの癖がついてしまうとそれでダメになってしまって、途中で挫折をするような形になってしまうんですね。ですから最初が肝心ですのでね、先ほどから言うように、発声練習するような感じで忍びの音の出しの練習をしっかりするってことなんですね。感覚をつかむ。次の、最後のですね、このつつねの音などはほとんど位置がね、出てるかって言ってないぐらいのね、そのぐらいで吹いてるわけなんですね。ですからこれをね、全部初心者の方が特にですね、指穴を全部開けるか閉めるかどちらかなんですね、そして思いてこうやってるわけなんですけども、これがそもそもの間違いだということをご理解いただければと思います。まずは最初に、ローンの場合はね、この6の音から徐々に徐々にこう、もう一つ一つの音を確認しながら吹いていく、ね、音を確認する。それと同時にこの口の唇の感覚、吐く息の量ですね、これもね、やはり意識をしてね、このぐらいの息の量であればよく響いてくれるなっていうことを、そういったね、感情をつかんでいただきたいものと思っております。はい、今日はですね、また簡単にこの忍びの音の出し方、ローンについてですね、お話をさせていただきました。まあ、参考になれば幸いです。はい、本日もありがとうございます。